とその前にまたあの地球で、ああさっきのマスクの話ですか。ええ、よしでは任せましょう。ゆきさん、あの嘆きの木っていうなんか会話できる木あるの知ってます？地球で。いや知らないです。あのゆきさんは何回か通りかかってそのスルーしてらっしゃるんですけど、いるんですか、はい、喋れる木が。へえ。でもそのままだとかあの通じないんですよ、言葉が。ほう。あ、ひょっとしてそこでねじれたマスクを使うとなんか会話ができるらしいです。そんな効果が。わ、知らねえよ。あのどこに書いてんだよ、そんな要素よ。あ、わかるかよ。かなり有用なトレイトを手に入るらしいので。じゃあちょっと待ってくださいね。あ、ひょっとしてこれか目の前の。はい、彼です。なんか存在感あるなとは思ってたんだ。いい、わしやぞ。おお、あのバグで何言ってるか全然聞こえなかったんですよ。まあでも何かしら肯定的な話はしていましたね。めっちゃ枯れた。そして枯れちゃった。で硬質化アーマー効果プラス 0.75 防御アップってことか。単純にで、ええ、シンプルこんばんは。あ、どうもどうも、お疲れ様。お疲れ様です。へえ、トレイト急になんかいろいろ選択肢増えたな。これ私は自分の世界でやらないとダメか。お二人まだプレイされます？ええ、もうちょっとやるよ。じゃあ参加させていただいてもよろしいでしょうか。構わんともさ、はい、知らねえよそんなの。何かを見ているんですね。どうされたんですか。あ、失礼。このゲームボスに V 破壊があるようです。あったっけそんなん。あのくすべるものいるじゃないですか。うん、はい、うん、やつは尻尾が切れるみたいです。で尻尾切ると素材が手に入って武器が作れるようです。なんだそりゃ。あー、それでなんか剣ですよね多分。剣みたいですね。フレンドさんがくすぶるものを倒してこの武器手に入れましたって持ってたやつがあるんですけど、倒したはずなのに持ってねえなと思ってて、うわあかんねえよ。マジでよ。全然切れそうに見えなかったけどな。切れるんですね。これ一回あれですか、拠点戻らないとハンスと会えないとかそんなことない。ファイヤーチェックポイントとかで大丈夫なはずなんで、私とユキさんがあのチェックポイントで休憩すれば出てくる。進んじゃって大丈夫ですよ、きっとチェックポイントあるから。はい、よしよし。増えた。一応吹っ飛ばされた。ありがとうございます。ありがとうございます。ひげおじい。あれか、頭のやつをオフにしたのかな。そうですそうです。なんかゆきさんと見分けがつかないっていう苦情が昨日入ったんで。申し訳ねえ、そんな配慮。それならわかるかな。本当わかんないですもんね。さあ新天地、その物陰で着替えてくるっていう。細かいなぁ。なんすかそのかっちりした服は。どうも聖騎士です。ついてきた、怖っ。この輝きし者のマスクだけ
どこだか分かんなくて、まだ取ってないんですよね。うん、私もほぼ偶然で手に入れたんで。あ、へぇ、なんだこれ。あ、本当に、全てが巨大じゃねえか。本当にっていうか、でかい虫は勘弁してくれ。全く同じ条件で手に入るかどうかが分かんないんで、断言は。確かに、そういうゲームですもんね、これ。ただ手に入る条件は分かります。あれですか、なんかパーツを跳ね込んで通れるようになるところですか、それ。そうです。ああ。跳ね込むものがどこにあるか分かんなくて。ということは、ハンスさんもだいぶ進んでますね。はい。一周終わりました、とりあえず。ああ、終わってる。いや、もう私はですね。あ、そうなんですか、はい、クリアしてるもんだと思ってました、モミジさん。私、アドベンチャーだけばっかりやってました。ドラゴンハートの数がすごいから。やっぱり、ディビジョン勢の進行スピードおかしいよ。モミジさんは進行速度速いからな、ほんと。一人で黙々とやると、ほんといつまでもやっちゃうんですよ。よくない。雑なところもあるけど、基本的には面白いかなって感じですね。このマシンがなかなかいい。あ、いいですよね、サブマ。出る出る。いい出る出る。死んだ。ああ。あ、そっちどっち。やたら性能のいいホーミングを食らった。起こしますね。はい。あ、自分に使っちゃう。毎回間違えるんだよな。うぃ。いいぐらいかな。あ、もみじさん、その銃は。はい。じゃあ、いいの持ってますね。これボス武器ですか？ボス武器です。強くはないです。あ、そうなんだ。ただめちゃめちゃ使いやすいという。まだ多分会ったことないボスですね、きっと。あ、ハンさんは会ったことない。うん。クラフトのお姉ちゃん出してくれてないんで。アクセルテック。私はファンに心。なんじゃ？私は音を奏でているのではない。必要な場所に花を咲かせようと、すべてのものを疑う余地はない。声。私の能力は、私の能力、私の能力。ちょっと自画自賛が過ぎるのでは？全然押してくれないじゃん。アクセルテックは聡明かもしれないが、安全ではない。誰です？援護してくれ。やはり金鳴らしイベントの一つですね。あ、そんなんがあるんですか。パズル的なやつがいくつかあって、このゲーム。はい。アクセサリーが手に入る感じでしたね。ああ、なるほど。空きがない。
ダンジョンを経ずにボスか。あの社。切りかかってますね。でもずっとうわー聞こえるけど。これはあれか。なんだなんだ。うわー聞こえるけど。何かしらと戦ってる。反乱軍とかね、これか。ああ、敵が見えるのは具合がいい。でけえのがいい。痛い。叩け。槍がなんぼのもんじゃ。こっちら鉄砲やろ。いつの時代の戦いなんだこれ。本当はでかいの。まずまず中古機じゃないな。やばい。水圧です。早い。首が長い。話せよそ者。そして姿勢が悪い。まさかの女性。お前を信じよう。似た者を知っている。お前はパクスルテックであろう。多分その異世界人とかそういう意味だと。アクスルテックのフォードは私たちの任務を手助けしてくれた。お前と話をするのは彼に免じて。もうすでにファルスのルシがみたいな話に なってきている。奴らは彼を尋問し私たちの居場所を吐かせよう。女王は彼をジグラットに交流している。ジグラットを見つけるのは簡単だが幸運を祈る。あのパステルカラーみたいな名前を。気軽に死ぬわ。危ない危ない。まあ一番なんてことはないステージだったな。ちなみにそういえばまっすぐここに来たけど、あの虫の女王のところに行って心臓渡しちゃったてへーって言いに行ったらどうなるんだろう。あ、誰も試してない。私は試してないですね。ほう、僕女王の方に渡しちゃったんですよね心臓。あ、そうなんですか。なるほど。なんかもらえました。はい、あの武器と防具かな。あらがもらえて、武器何もらったんだっけ。クロスボウですね。へぇ、武士の王って戦闘になりました。いや、なりませんでした。なんか気に入らなかったんで態度が、断るって言ったら戦闘になりまして。武士の王どうですか。はい、武士の王って言ってたけど普通に死にましたね。でもあのボス素材みたいなのがもらえて、モッドかな、どっちだっけ、どっちか作れるようになった感じでした。武器かモッドか。あれ、不死の王っていうのはさっき心臓渡してきたあいつですよね。そう、多分そうだと思います。したやつ、うん、ってことは女王もそのパターンになり得るってことだな。女王、そうなんですかね。行ってみようかしら。行ってみますか。それも面白かろう。よかろう。クリア済みの人間ですらまだ行ったことがない答
答えがある。さあ一回戻る、まっすぐ行く、あ一回ウォード行けると、はい、ありがたいです。肩にタイヤマン復活あれ出たー、右肩タイヤマンです最初ぶりです、久しぶりやっと個性が出てきたさてと、イスカルの女王、ここだな。行ってみよう。まあ、敵対したら下で針の後ろにしてやるだけだ。やだ、この人たち敵対前提で話を進めてるわ。物騒だわ、パーティー。向こうが求めたものを他の人に渡してきたよってわざわざ報告に しに来るやからに。やからだなぁ、まあ、別にね、心臓が2つあればね、丸く収まるんだけどそういうわけにもいかないようだからそんなことあるかい。そもそもやつら2匹だったのに心臓1つのまずおかしい話であってな。まあねガーディアンサイドに問題がねあったかもしれないですよね。あれは血管ですな。これは悪い。そう、心臓が2つない、あいつらが悪いし、アプリケーションエラー。よし、来たぞ。グソクムシたちを。下界のものよ、こちらへ。もう完全に怒る、向こうも怒る感じでいるじゃん。こちらへって言ってるぞ。怒る感じでいるっておもろいな。何してくれとんねんの顔してるじゃん。よくぞ成し遂げてくれました。イスカルは事の成り行きを見守っていました。あ、見てたぞって言ってるじゃん。守護者の脅威はなくなりました。で、心臓はって話でしょ。ほら、守護者の心臓をいただけませんか私たちは永遠に仮を作ることになるでしょう。心臓ないなかったんや。残念に思います。なかったんや、二つなかったんや。私たちはまだ希望を捨ててはいません。もし心臓を手に入れることができたなら、待ってくれるパターン、私たちに返してください。あなたとの会話は楽しいですね。拍子抜けだな。そのお言葉に喜びを感じて。あなたにイスカルの加護がありますよ。戦争は回避された。あら、ふぬけてよ。虫潰したらどうなる。ふぬけて。そんなひどいことします。虫潰したらと。お前の血は何色だって案件ですよ、そんな。いや、めちゃめちゃ怒ってくるかもしんないし。いやーじゃないですよ、そんなの。何をするだーっつって。ぶっ殺しに来るかもしれん。まあいいや、帰ろう。ここ行きます、だから。あ、ムカデヘビ。ムカデヘビ？どっちなんだ？うわあ、ムカデヘビや。え、これが？いや、私の隠し呼んでるだけで。一旦へ。あ、みんな、シミラクラムだよ。お、ありがとう。さあ。ああ、ごめんなさい。もうすぐ弾が切れる。持ちこたえろ。持ちこたえろ。敵が見えるあのモッドの効果もオレンジ色の輪郭だったから反射的に敵だと思って撃ってしまった。どっかどっか。5射のダメージそんな高くないから別にいいかなって気がしてきちゃった。ギャグで済んでよかったぜ。